4652、4653.4654、4651次列車とは、内モンゴル自治区の主婦フ夫婦ト市とモンゴル国の首都、ウランバートルを結ぶ、中国鉄路走行市夫婦フホト鉄路局と、モンゴル国鉄が共同運行する優等列車である。4652、4653は、ウランバートル行き、4654? 4651は、夫婦ほど行きの列車番号であり、どちらも途中の周年南駅で列車番号が変更される。また、モンゴル国内では033、034列車と称される。1990年5月31日に運行を開始した。百五十三点四六五四四千六百五十一次列車は途中警報線。 週2000、モンゴル中間鉄道を経由し、モンゴル国内ではドルのゴビ県、ゴビスンベル県、トゥブ県、ウランバートルの4県市を通過し、その運行距離は 1210km である。中国が担当する列車は、フフホト鉄路局パオト客運ャ国際列車チームが乗務ししている。フフホト発ウランバートル行き4652、4653次列車は、 毎週金曜日に、フフホト駅を発車し、日曜日に、ウランバートル駅に到着する。ウランバートル発フフホト駅34次列車は、毎週月曜日に、ウランバートル駅を発車し、火曜日に、フフホト駅に到着する。モンゴル担当列車の乗務員は、ウランバートル鉄道管理局所属で、中国担当列車と所要時間の差はない。 フフホト初ウランバートル行き4652、4653次列車は、毎週月曜日に、フフホト駅を発車し、水曜日に、ウランバートル駅に到着する。ウランバートル初フフホト行き34次列車は、毎週金曜日に、ウランバートル駅を発車し、土曜日に、フフホト駅に到着する。1990年3月15日、 中国とモンゴルの専門家による会議がウランバートルで開かれ、その会議で1990年夏からフフホと、ウランバートル直通列車の運行を開始することが取り決められた。5月31日、ウランバートルフフホと直通列車の運行が開始された。毎週一往復運行され、車両と乗務員はモンゴル国鉄が担当した。12月17日、 中国鉄道部のふふほど鉄道局と、モンゴル国鉄のウランバートル鉄道管理局の代表が、ふふほどで会談し、翌1991年により、ふふほどウランバートル直通列車を毎週に往復通年運行し、中国及びモンゴルで一往復ずつ担当することが取り決められた。この会議では他に運行時刻表、運行開始時期、 切符の販売方法などの事項も取り決められた。そして1991年4月28日、中国が担当するフフホとウランバートル直通列車が正式に運行を開始した。4652、4653.4654、4651次列車は、中国国内では、フフホと鉄路局パオトウキムダン所属の東風4、 D 型ディーゼル機関車が使用されている。4652、4653.4654、4651次列車の客車は、モンゴル担当車両は、ロシア製のメヒト36型客車が使用され、中国担当車両は、夫婦ほど鉄路局パオを車両団所属の25バイト軽客車と18軽客車が使用されている。 フフほとエレンほト間では6両編成で、高座車3両、交伏せ車1両、個室交伏せ車2両で編成されている。フフほとウランバートル間を直通するのは2両の個室、交伏せ車のみで、エレンほト駅で切り離される。中国とモンゴルでは、機関が異なり、中国は 1435mm 標準機、モンゴルは 1520mm 後機である。 そのため4652、4653.4654、4651次列車は往復ともにエレンホト駅で台車を交換する。その間乗客は駅の待合室に移動するか、客車に乗ったまま待機するか選ぶことができる。2014年10月26日現在。なお、北京時間とモンゴル時間との間に時差はない。 ありがとうございます。